イベタ・バルト・ショバは、当時のチェコスロバキア出身のポップミュージシャンである。活動開始は1983年。彼女の黄金時代は1980年代の後半から1990年代前半であり、ナイチンゲール賞などの歌手賞を受賞して、チェコテレビのアンケートで上位を獲得していた。歌手活動のほか、映画、テレビ番組への出演、絵画制作、 児童への読み聞かせなどを行っている。イベタ・バルト・ショバは、チェコ共和国の北東部、モラビアのベスキド地方のチェラドナ村に生まれた。彼女は、少女時代をフレンシタトポッド・ラドホシテムシで過ごした。彼女は双子である。15分早く生まれた彼女の双子の姉、イバナ・バルト・ショバも歌手である。イバナは、イベタと、名前が紛らわしかったので、 ビアナの名前で1980年代にいくつか歌を発表した後、スイスへと移住した。他に2歳年上の2位、ルミールがいる。イベタ・ファルト・ショバは小学校時代、クロスカントリーとスプリントがある学校に通った。高校時代、彼女は声楽とピアノ演奏を学び、チャペルでそれを披露した。歌手として成功し始めたのは1983年のことであり。 歌唱コンテストで地区、地方、全土と次々とレベルを上げていった。1983年、彼女は若い歌手だったペトルセペシュと知り合いになった。彼らは二人組を組んだ。1984年に彼女はギムラジウムでアビトゥーアを取得した。彼らの歌は多くはラブソングだった。1985年に、 彼らにとって唯一のアルバムとなってしまうのフリッキー・ラスキーがリリースされた。彼らの活動は1985年7月29日にセペ氏が交通事故により25歳で亡くなったため終了した。ペトル・セペ氏の死から数ヶ月後、イベタ・バルト・ショバは活動を再開した。1986年に彼女はミュージックグループバレイとコラボを組み、後にクローキー・ア歩ミと組んだ。 このコラボは長くなかったが、この時リリースされたリートがヒットした。その他彼女は人気のディスコの歌曲を保持していた。1986年彼女はナイチンゲール賞の金賞を受賞した。1987年春、彼女はラディスラフ・シュタイドルのオーケストラとのコラボを開始した。彼はミュージシャン、作曲者、編曲者、プロデューサーであり、 その後彼女の人生のパートナーになった。彼はバルトショバのためにマロ MZN を作曲した。1987年、彼女の最初のリサイタルが始まり、最初のソロアルバム i b がリリースされた。タイトルは彼女のイニシャルにちなんだ。このアルバムは翌年出版社からゴールデンディスク賞を受賞した。続いて1989年にアルバムブリズコ N。 S, S をリリースし、成功を収めた。1990年2つの特別な CD がリリース、された。1つは子供向け民用である。もう1つのクローサーナウは、海外展開のため英語版も発売された、ポップミュージックである。1991年から1992年に、コンサートツアーイーベタポスラウト社リュクサンブールが、開催された。 タイトルは1950年代から現代音楽の放送で人気を得ていたラジオルクセンブルクにちなんだ。コンサートツアーでイベタは1960年代から70年代の外国の歌を歌い、レパートリーを増やしていった。1980年代終わりから1990年代初めが彼女の黄金時代と言われている。この頃は熱心な二つのファンクラブが存在した。 1996年10月11日に、ラディスラフシュタイドルとの間に、息子アルトルシュタイドルが生まれた。しかし1990年代前半に、イベタとラディスラフは別れた。1997年、彼女は最初の音楽劇を始めた。この前の数年間彼女の人気には、陰りが見え始めたが、彼女は再び人気を取り戻し始めていた。 1990年代後半の彼女の代表作としては、1973年に公開された映画、シンデレラに3個のヘーゼルナッツを、に使用された曲トライウォリスキー、ヘーゼルナッツ3個がある。この頃新曲を発表するとともに、過去の曲の再リリースも行われた。その頃の代表作としては1999年に、 リリースされた、自然とロマンティックをテーマにした B ・リットル家今がある。2002年、子供向け児童文学の読み聞かせ CD をリリースした。その後数年間、個人的な問題の解決のため活動はストップした。2008年彼女は、コンサートツアーに復帰した。2008年9月、リベタ・バルト・ショバは、俳優、映画プロデューサーのイリー・ポメイへと結婚した。これは、 彼女の最初の結婚だった。しかし、その後彼らの結婚生活は危機を迎え、2009年秋には別居し、2010年10月にはついに離婚した。2009年彼女はスロバキアのダンスコンテストレッツダンスに出場した。彼女は1993年に獲得して、以来16年ぶりにチェコテレビのアンケートの女性歌手、部門1位の座を再度獲得した。 2009年から健康問題を抱えるようになり、手術を受けた。健康問題のため活動困難となり、2010年、初めから夏まで歌手活動を休止した。2010年11月イベタ・バルト・ショバは、オストラワで新たなコンサートプログラムを開始した。それは、旧作新作を含む多くのレパートリー、プロダンサーたちとの共演を含んだものであり。 ブラックライトシアターの要素も取り入れられていた。2014年4月29日、プラハで鉄道事故のため死去。健康悪化を苦にした自殺とも言われている。イベタ・バルト・ショバは、ポップミュージックで成功を収めたが、他の分野への進出も積極的だった。民謡のほか、1990年にリリースされた子供向けの音楽もある。ジュゼッペ・ベルディのアリア、 私は帰ってくるなども歌っている。1980年代から彼女はテレビ番組のオープニング、エンディングを歌っている。1986年、彼女は音楽童話のテレビ番組 CEO、タケル・スバートバ、プリインチで歌い、その他出演や歌唱を担当した。1980年代後半、リサイタルフィルムジェナム1000が制作された。 イベタ・バルト・ショバの歌はほとんど、チェコ語で、初期のヒット曲や、ラジオルクセンブルクで歌われたものには、英語版もある。その退屈型の言語で、リリースされたものもある。多くの作詞家が彼女のための作詞をしている。1990年代後半から、彼女自身もコラボで作詞をし、その後何度か作曲もしている。民謡の年間賞に2回ノミネートされたことがある。 音楽映画への出演のほか、彼女は映画スバートバーパイルー、バンバイアの結婚で主要キャストを演じた。この作品でスペインの映画祭ファンタスティック・ブルゴス1994で視聴者から賞を獲得し、1994年にはインターナショナルファンタジー・フィルム・アワードにノミネートされた。彼女はテレビ、ラジオその他媒体でも積極的に活動し、 ラジオ番組の編集、国際的な音楽祭のプレゼンターも務めた。絵画制作もしている。一時期デザート店、レモンズキューブの共同オーナーでもあった。彼女は主に子供向けのチャリティー活動も行っており、チャリティーの財団のパトロンでもある。定期的に他の財団などに協力し、イベントに参加している。 1900派、15年1900派、17年1 9 0 8派、19年1909、10年,年1991年1992年1993年1994年1996年1990派、 年1999年2000年2002年2003年2005年2006年2008年2009年2010年 ?CEO をたけるスバートバ。 プリンジ、h t t p w w w c s f d c s f i l m 1 3 7 6 7 1 p l a v a c e k s l a s h j n w 1 0 0 0 h a t a b c s e s k i s r o v k m a t n j k o t a b a n g h a t o a n g v d a t a b a s e スパートバアパイルエイティスラッシュスラッシュダブリュダブリュダブリュドットシーエスドットシーズスラッシュフィルムスラッシュ八六レ六ダッシュエスブイエイダッシュユーピーユースラッシュエイティコロンスラッシュスラッシュダブリドットケイアイエヌオドットシーズスラッシュシーエスラッシュフィルムスラッシュ一九九五四ダッシュエスブイエイティービ シュ i ピー・アイ・アール・ユーハット・アワーズフォースバート・バー・パイルーありがとうございます。